転換やってるんですけど、まあこうなんていうの、原理っていうのいろいろあって、こう話しちゃうと、話して最初から回ると力がすごいいるんだけど、こう彼に委ねてこういうふうに入れ替わるって、それで重なってるっていう、それで感づいてるって、で自分が安定してる、それが大事だよね。こういうところでこうやろうとするとすごい力いるじゃない。だからこう力抜いちゃって、でこう自分の体側に近い、そしてこう上げてくるっていう、そういう形で、ね、の方がいいと思うんですよね。こう委ねてるっていう、で彼がこう掴みに来るときにこういなくなって、こうやってるって感じね。こう掴みに来るときにこう離れてもいいから、こうで遠いとすごく力がいるの。だから近い、ここに近い、体側に近いってことね。で足を使う、離れててもいいから、自分の安定してるっていうのが大事で、こう力でやらないで、こう足が自由って、そういう話ね。じゃあやりましょう、どうぞ。こう来てるんだよね。で僕がやることによって彼が安定してたら話にならないの。こう安定してたらこういくらやってもね。だからこの彼が来てるんだけど、おーっとっとっとって、こういうふうにほらバランス崩すって、で自分がそのバランス崩して、彼がバランスを崩して自分は安定してるって、それがなんていうの、それが目的だから。目的ってのは稽古のその目的、最終目的で、こういうところでこうやったらすごい力がある人はすごい勝てるんだかもしれないんだけど、僕が彼に比べたら力がないとか、そういうことで、どんな人が来るかも分かんない。だから自分が安定してて、彼がバランスを崩したっていうふうにして、ここの場所をこうやってバラさないで安定してる。で彼が不安定になってるって、そういうのが目的だからね、この稽古の目的だから。このいい格好してこうやって持たしてる、彼が安定してたら何もなんないの。だからそれ稽古の方法だけども、だからか彼がこう音とってなって、こう上ね、こういうのが目的。だから足を止めてると難しいんだよね。だから足が自由でこう自由なところに行けるっていう、そういう自由なところ行けるっていう、そういう話で、固まらないっていう、固まってと居ついちゃって、こう居つかないっていう、そういう練習ね。そしてこういうふうに彼の資格もらって、自分が安定してこう足が自由、こういつも足が自由っていう、そういう話で、上と下と、下はこう来たら、こう来たら必ず彼は回って この手を使おうとしてくるのね。だからここを支えにしてこれが来るじゃない、こういうふうにボカって。でだから この手をやらせないように、こういうふうに入って、それで下に落としてる。で早ければ彼は、遅ければ来るんだよ。遅ければこうやって落としてきた時に、こうやってボカってくるの。でもこれが早いから、彼は受け身の方が先、身を守るのが先だから、少し早くやりたいわけだから、資格もらったらすぐ落とす。そうするとこの反撃もらわないから、そういう話ね。じゃあ上と下とこうやってやって、それから上やって下やってって、そういうで足を自由にとか言ってんだけど、彼女はつけたいんだから、僕は平行的にやってんの。だからできることはやってるって、上に上げなくちゃいけないので、離れてたらこう上げてんだよね。 でたまたま入ってきたから上げて、こういうふうに足が自由で、これ平行的にやってんの。だから
こうやって向こうどうぞって、ここ通り道だからね、彼女のね通り道だから通り道上げなきゃいけないの。それから上げるの、上げるんだけど、上げるときはもう上げてんの、上げてんの。だからもう次のときはもうなんていうのかな、こうやって向こうに通り道を開けて、それから上げて、それからこうじゃないってこと、一緒にやってるってこと。だからできるときはやってるってこと。できることはやってる。だから下がってくるときもこうやってやったら、それから下げたら彼女はこう感づいてるからバレちゃうんだよね。だからバレないようにこう入ってきたときに、次はもう目標として下に落とさなきゃって思ってるの。だからこういうふうに落ちてんの、初めから、こうやって転換したときから初めから落ちてるってこと。そうじゃないとやられちゃうってこと。やられちゃうっていうのは武道だから、やられちゃうか、やられ、まあ藤井さんはね仲間なんだけど、稽古仲間なんだけど、敵として見てるの。だから殺してくるというふうに考えてるので、こうね、こうペアパンチだとかこういうことを見せてでしょ。だからこう来て下手なことやったらバッてしちゃうの。だからこの手でこの手を、まあ、防いで、それから上げてくるとかね、そういうことを考えてるわけ。平行的にやってるの。だからなんていうのかな、だからまあそういう話ね。だから平行的にやるってこと。だからやれることはやるってこと。やれることは、だ離れてさよならさよならさよならってこれでもいいんだけど、彼女が来るから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 、ここ来てここにいたらやられちゃう。だからこれ線を外さなきゃいけないよっていう。で、あちら彼女行きたいんですか、どうぞ行ってくださいねって、そういうふうにやってんだけど、こういう上とか下とかいろいろ技とかやるときは、その次のことも考えてるってことで、彼女にやられちゃったら終わりなんだから、もう終わりだから、やられないように、こういう 手をやられないように、で相手の反撃を感じてるってこと。ここ必ず来るの、必ず腰回してボカって来るので、そういうことを受けの人もやってほしいし、鳥の人もそういうことを感じる稽古だから、稽古だからね、これ。そしてこう この手を見てるの、この手、この自分のやることをうまくできたらいいんじゃなくて、この手が当たらなければ正解、そういうふうに考えた方がいいんじゃないかなと思うのね。それでいろいろ形があるから、でこう足が自由だったらこういうふうに、これは手を下げるだけで、こういうふうに来て、こう脇腹をもらう。その時にこういうふうに入ってきて、さっきはこうだったんだけど、こういうふうに四方投げやろうと思うから上がってるっていう形ね。それで脇の下こう取ってる。それで上がれなかったら、この手が嫌だな、この手がこういうふうに縮んで嫌だなって、腰返してきちゃうなと思ったら下がってこういうふうにやるとかね、できるわけよ。そういう話なんだね。だからこういうふうに出てると、こういうふうに出てるって、そういう話。こうね、こうで、こう同じ技ですね。同じ技で場所だけ違う。場所こう来てるんだけど、この手が嫌だったらこういうふうに入ってきてるってことのことね。じゃあちょっとやってみましょうか。四方投げ系の、四方投げっていうと、こうやってこう、まあ四角もらったとしてもね、この手をより下に、自分が下に入ってくぐらなきゃいけないと思ってるから、みんなね思ってるから、姿勢のことはあんまり考えてないんだよね。でも姿勢の方が大事なの。 こうやったら失敗、これもうダメだから、立て直さなきゃいけないの。自分が立て直してまっすぐだからここに入れたの。これくぐっていくと、もう持ってかれちゃうんだから。だから姿勢がまっすぐ、姿勢が優先してるの、くぐることより。ここに傾いちゃうんだったら、こうまっすぐ、いつもまっすぐくぐっちゃダメ、これくぐっちゃダメ、くぐるんだったらこういうふうにさばいてきて、こういうふうにやった方がいい形。
ね、くぐるんだ、くぐるんだ、くぐると必ずこういうふうになっちゃうの。正中線がずれちゃって、そして傾いちゃって、わーそうそうやられちゃう、やられちゃうのね。で、やられるってこと、やられるってことはどういうことかっていうと、自分が傾いて、あの隙を見せちゃったって、そう相手に対してこう引っ張り込まれるとか、そういうことを見せちゃったの。だから引っ張り込まれないようにして、しときたいわけ、こういうふうに。そして、くぐれないんだったら、くぐれないんだったら、カチンカチンでくぐれなかったらいいの、こうやって変わってくれば。まあそういうふうに考えてほしいってことね。で、自由に動いてるってこと。で、今度はじゃあいいや、今度はこういうことで、この手、この手見てるの、いつも。そして、できたらこの手で止めたいの、こうやって。こうやって。この手、そうするともう来ないよね。もう来るには、この手を引っ張って、こうやって開けてくるか、なんかしなきゃいけないの。でも、僕はこういうふうにやって、止めちゃったんだから、これ、止めちゃった。この手は来ない。足も来ないよね。足も来ない、来ない。その間にこういうふうに入ってってる。で、後ろに入ってくると、なんていうのかな。後ろに入ってくると、入り身投げっていう形になるの。で、こう、ああ、やばいなって。やばい。こうじゃやられちゃうの。やられちゃうの。こう開いてるから。で、こうにしてんの。そして、こういうふうに入ってきたの。足が。で、後ろに来て、そして、こうに。そして、上から下。姿勢が大事だからね。これ追っかけていっちゃうと、ここにやられちゃうんだよね。こう、曲がっちゃったら。だから、まっすぐにして、この手を止めるって。それから入ってくる。で、真後ろ。そして、まっすぐ。そして、こういうふうに、足をついてきたら、倒れちゃったって。そういうふうにしたいのね。で、次は、じゃあ、後ろの、こういう。ここでやると、こうに来ちゃうの。だから自分の足はこっちやばいなって、いつもこれ見てるって言ってんだけど、反撃を見てて、あ、やばいなって、それでから入ってる。それで入れ替わって、で自分の姿勢が安定してるって、そういうふうにね、じゃあちょっと後ろ入り身投げ、ちょっとこの技はね、5でやってるわけじゃないの。5あって、こうやってもたぎがギュって力入って、はいどうぞって、彼女が力入って、はいどうぞって言って、こうやったらこうやってくるよっていうふうにやったら、いくら自分が力入っちゃって、力入れて、で、もう動かないね。そして、この手で殴ろうと思ったら、5だったらね、はいスタートねって言ったら、やられちゃうんだよ。ああ、やられちゃうんだよ。あってやったと瞬間にやられちゃうんだよ。こうやってやってほら来るんだから。だから来た時に、これは線の稽古なの。だからあーって来た時にこの手見てんの。だからここに来たの。この五の線でこうやって、はいどうぞって、彼女がはいやってって言ったら、俺は違うことやってんだよ。こうやって違うことやってんだよ。これはこう来た時に後ろ入って、だから五の線の稽古じゃないから、あの線の線の稽古だからね。彼女が決断してこう持ってくるの。こう持ってくる時に、僕は線で持ってこられちゃう、やられちゃう、ギュッて力入ってギュッて持たれたらやられちゃうの。だから やられちゃってボコボコにやられちゃうの。だからこう来た時に四角入ってるの。彼女の四角狙ってるの。そして彼女じゃちょっと一歩先行きたいわけ。先。そして後ろに入って安定してる。安定。そしてこうに来たら、彼女がこの肘がボカってくるとか。でボカってきて、そうしたらこういうふうに入ってきて、自分が安定してる。そういう稽古だからね。あの、これは5じゃない、5で掴まれちゃって、はいどうぞってやったらダメだから、ダメって、俺だってうまくいかないの。みんなうまくいかない。5でやったら誰もうまくいかないの。だから線でやってんの。そういうことをよく理解してやってください。どうぞ。もう全体的にやんなきゃいけないの。全体的に、この手を止めるにはここじゃできないんだから、ここ
ここで力入ってこういうふうに持たれちゃったら、ギュッて持たれちゃったらできないってこと。こできない、やろうと思ってもできない。だからこう来てる間に自分はこっち、そしてプロテクトしてる、ここでこうまっすぐ入ってきたいの。こういうふうに脇にこういうふうに入っていくんじゃなくて、まっすぐ彼女のでもいるからね、いるからなんかこういうふうに入って、俺どいてよって、そしてこうに入ったので、自分が安定してるっていう、そういうふうにやりたいのよね。で それは平行的に パラレルにやってなきゃいけないわけだ。全部のことを考えてなきゃいけないから大変だったわけだから、一個一個シリーズにこういうふうにやって、こうやって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 やったらこういうふうにできるっていうふうに思ってるとできないの。だから それをだから、こうやってやって入ってきちゃったらここ来ちゃうんだよね。だから来ちゃうからこうやって置いてるとかね、そういうことってのはパラレルに考えてるの。そして回ってきたら離れちゃうんだから、直線的に入りたいの。直線的に入ってこういうふうに後ろ真後ろもらってると彼女は何にもできない。俺はでもこの手は後から来るの。後から来るからこういうふうにほら下げて自分のへその前に来る。そう、パラレルにやってんだよね。だからそのいくつパラレルできるか分かんないですけど、それは稽古だから、まあそういうこと、そういうことなんですよね。で今後ろに入ってきたんだけど、こっち後ろ入ってきたんだけど、今度は前に入るの。前に前に入るときはこの手、この手やだなってこういうふうに押さえたの。したらここここをこうって動かさないで、このままこうに場所を奪う。こう動かさないでいいから。そしてこういうふうに。そして座る。ただそれだけ。今度は前にバーってやばいんだよ。だから持たれてからはやってないんだよね。あ、来るときにやってんだ。それからこっち入んだけど、こっち入んだけど、ここがこう緩んでると来ちゃうの。だから緩めないで、この緊張のままこういうふうに入ってるの。そしてこういうふうに入ってるの。で緊張させてるの。こうやってやったら緩んじゃうよ。こうやってやったら緩、こうやってやったら緩んじゃう。ああ緩んじゃう、やられちゃう。だけどこうやってやって、で緊張してるの。緊張、緩みが取れてるの。緩みが取れてる状態でこのまんまこういうふうに場所を奪う。そうすると彼女が行き場がなくなって倒れたぐさって倒れた。そね、ここは緊張して、こうやって緩めてないんだから、緊張してんだから、緊張してる、ここ緊張してる、ここ緊張してる。そして力入ってない、ギュッてやってないんだけど、ギュッてやったら壊れちゃうの。だからこういうふうに力抜けて、こういうふうに緩みだけ取れてる。そしてこう出てきた、で座ったって、そういう形で、そういうふうにやってほしいんだよね。そう、今は入り身投げは後ろ側の後ろに入ったけど、今度はこっちからはまず手を見て、手を止めて、さっきはこっち入ったけど、こっちからこう緩みを止め場所を奪って、そしてこういうふうに出てくる。そして座る。そしてね、じゃあ一挙やってみましょう。ちょっとね、手を使いすぎてるから、みんな手をこの手止めるだけのことしか考えてないの。自分はこうやってやったらやりすぎ、それからこうやってやってこ形自分の形こうやってやって止めたね、止めたら手は動いてないの。こういうふうに、こういうふうに手は動いてないよね。こうカチンカチンなんで、カチンカチンじゃないんだけど、まあその彼女が動いてるからこういうふうに追っかけてるだけであって、そのこの手をコントロールしたいからこういうふうにやってるわけじゃないの。こうやってんなんじゃないの。彼女が動かなかったら このままなんだよ。このまま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 で場所を奪うっていうのが仕事なんだからさ、この手でやってるわけじゃない。手でこうやってやってるわけじゃないの。手はそのまま手はね、便利だから使っちゃうんだけど、手は使わない練習なの。
手使わないで体で行く。足使う。足、こういう足、後ろ。こういう足使う。手は使っちゃダメなの。手は使わないの。こう。その練習だからね。どうしてもみんなこうやって手使いたくなっちゃうんだけど、便利だから。でも、こうやってやったら足使うの、足。足。ここ、手は全然使ってないよ。ほら。ほら。手使ってんの。同じ形じゃない。同じ形。足使ってんの。そして彼女が来たからこういうふうに持ってんの。ただそれだけだから。手を使いすぎるから。手を使わない練習だと思ってやってください。その方がいいと思うんで。じゃあ、手はね、真ん中に置いといた方がいいんですよ。正中線のに置いといた方がいいの。で昔はね、手を縛ってやれって言われたの。言われたぐらいなの。で、手を縛ってやってると、こうやって縛ってんだよね。で、手はバラバラに使うとこうなっちゃうんだけど、こうバラバラに使うと、手広げちゃうんだけど、こうやって縛っとけば、こうになるんだよね。こう真ん中しか動かないから、これ二等辺三角形だから、こう。これしか動かないの。で、こっち切りたかったら、こっち切りたかったら、こっち切りたかったら、手がバラバラだとこういう風になっちゃうけど、手がこういう風にくっついちゃってると、こういう風に切らざるを得ないの。で、腰が回ってるよね。こうじゃないの。だから、必ずここに、手が必ずあるように。そして、こう、いう風にやってるのね。だから、手を縛っとけっていうのはすごくいい方法なんだけど、手を縛っちゃ稽古できないんですよって言ったんだけど、まあ、そういう話。手を縛ってやるつもりで、縛られてるつもりで、へその前以外は、へその前以外は手はないの。こう。そういうふうにやったら、こうにやったらダメだから、こうやって、やられちゃうんだから。だからここに縛られてこう。そしてこういうふうに入ってる。こう。で、そういうふうにやってんだよね。で、こういうのは割と5でもできるの。5でもっていうのは5の線でもできるの。こう持たれてあーってで待っててくれるからね。彼女待ってくれるから、稽古としては待っててくれるから、待ってるのは前提。本当はこうやってやろうと思った瞬間に来ちゃうんだよね。だから待っててくれないとダメだから、待っててくれてこういうふうに、それからこういうふうに出てきて場所を奪う。こういうふうに場所を奪う。そうすると彼女居場所がなくなって、こう、手は何もしてないよって、それでこうやってんだけどね。で、今度はこう打ってくるの。こういうふうに。こう打ってくるの。そうすると打ってくると、今度はタイミング。これ、打ってくるんだけど、彼女は決断して打ってくるの。振りかぶって、ピャンって。決断してしないと打ってくれないの。だからそれまでに自分がこうやって逃げちゃったら追っかけてくるの。こっち逃げちゃったら彼女追っかけてくるの。でも決断してここを標的見せてるから、ここは標的だなって思って、彼女は振りかぶってここを打ってくるの。でその時にこういうふうに出したの。それが線なのね。そして止まってるでしょ。俺とこうに振りかぶってきた時にこうに出てるの。そしたら止まってる。そこをこうに入ってくると今みたいな形できるから、こういうのね、今みたいな、こう振りかぶってきた時にパッてこうに止める。止めなくてもいいんだけど、まあ振りかぶってきた時にこうに出てる、そういう形ね。そうすると今みたいにできるから。で振りかぶってきて、ここをまさに打とうと思って決断して振りかぶってきた時に合わせるっていうのが、それ稽古。こういう稽古で、なるべく力抜いて、そしてこう場所をもらうって感じで、それで正面打ちをこういうふうに、反対、これじゃ遅い、これじゃ遅い、これじゃ遅い、これじゃできないの。今の技はできない。だからこうやって来て、ああ来ちゃったって言って次こっち来るから、これを避けるためにこういうふうに後ろに入ったっていう形で、それが裏の形。表でもいいよ。こうやって上がってきた時にこういうふうに出てきて、
と止まってる、止まってるのをこういう裏に入ってきてもいいだけども、こっからは思っ、こう来た、来ちゃったらもう次これ来るんだから、来るんだから、ここの線を外してこういうふうに裏は5の場合は裏しかできないってこと。線の場合はどっちでもできるんだけど、5の場合は裏ね。でこう振りかぶってきて、振りかぶってきて、ここでぶつからないでこういうふうに入ってきた。そしてこうで この正面打ちでやってみましょうかね。正面打ちで一丁やってみましょう。だいたいやってるとね、五分五分なんですよ。五分五分ってのはこうやって落ちてきたらもう五分五分、落ちてきたら五分五分、これ五分五分、こっちもできるかもしれないし向こうもできるの。こうだから彼女が上がってきた時にもうこう出てる。だから僕は安定してて、彼女はなんていうのかな、こう振りかぶってきた時にもう出てるってことね。だからもう落とすだけなんだよね。で邪魔しないように落とすとかさ、それで今度後ろに入るの、上がってきた時にもう入ってんの、そういう風にやってるのね。そう、上がってきた時、上がってきた時に入ってんの、王に入ってんの。上がってきた時だったら、上がってきて脇が開いちゃってるから、こう当てにも入るし何でもできるの。こうやって上がってきてるから、上がってきてるから、こういう風に入ってきてもいいよね。こうやって入ってきて、こうやって入ってきてもいいし、何しろここはこれ稽古法だからね。今時こんななって正面打ちする人いませんよって言ってんだけど、決断して打ってくるっていう、そういう稽古法だから、決断して打ってくる、そこに合わせて入ってるっていう、そういう話ね。だから決断して打ってくる、打ってくる時に線でもらっていなくなって、打ってきた時は終わってる、そういう感じね。じゃあ、入り身投げの後ろに入るのをやってみましょう。